どうもこんにちは、本田です。今日はインテグラル x プラス 1×x プラス2分の 1dx、 この不定積分を計算してみよう。さて、この問題は積分の中身の式を見て何かしたくてたまらなくなるよね。そう、部分分数分解したくてたまらない。ということで、中身の式を部分分数分解すれば x プラス1分の1引く x プラス2分の1になる。部分分数分解の基本については数 2b の動画でめちゃくちゃ丁寧に解説している動画があるから、もしムムってなっちゃったら今すぐ確認しよう。下の動画説明欄にリンクを貼っておくぜ。ここまで来れば、この積分は分母を微分すると分子になっているからログ絶対値分母になる。この積分も分母を微分すると分子になっているからログ絶対値分母になる。ここで対数の引き算は真数の割り算にできることを利用すればログ絶対値 x プラス2分の x プラス1プラス積分定数、これが答えになる。分母が積の形で表されている積分は部分分数分解を疑おう。ではインテグラル x プラス 1×x プラス2分の x プラス 3dx を計算してみよう。これも分母が積の形で表されている積分だから部分分数分解を疑おう。今回は分子が x の一次式になっているから x プラス1の分子を a、 x プラス2の分子を b として、計算結果が x プラス 1×x プラス2分の x プラス3になるように式を組み立てよう。 x プラス1分の a 足す x プラス2分の b を通分して、分子を x を持っている組と x を持っていない組に分ければ分子は a プラス b×x プラス 2a プラス b になる。今回これが x プラス3になるはずだから a プラス b イコール1、2a プラス b イコール3、この2つの式を連立すれば a イコール2、b イコールマイナス1になる。つまり x プラス 1×x プラス2分の x プラス3は x プラス1分の2引く x プラス2分の1に書き換えられるってわけだ。ということで、この積分は分母を微分すると分子になっているからログ絶対値分母になる。この積分も分母を微分すると分子になっているからログ絶対値分母になる。ここでこの2は真数の指数に持ってこれることと、対数の引き算は真数の割り算にできることを利用すればログ絶対値 x プラス2分の x プラス1の2乗プラス積分定数、これが答えになる。今日の動画内容をまとめると、分母が積の形で表されている積分は部分分数分解を疑おう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。